あれ、おはようございます。はい、おはようございます。なんか似合うね、T シャツが。あ、ありがとうございます。フライング2025年モデル。あ、おかげさまで。川崎橋ですね。川崎橋。川崎橋。渡瀬川、川崎橋。なんか雨降ってきちゃったね。はい。どうします？先行者もいるし。先行者って、あ、なんか去年も会ったことあるような人かな。声かけられてる気がする。ここでずっとやってて。谷さんが動画出すから首絞めちゃう。ここ出してないもん。サッカーグラウンド前だから。そうでしたっけ？そっかそっか。まあ田中橋あたり行ってもいいし。ね、とりあえずちょこっと行って。でも200円取られちゃうよ。ピアノそば止めねえと。ああ、はい、はい、でこのまま右にカメラを移すよ。また出ちゃいました。おはようございます。おはようございます。ちょいハゲです。ちょいハゲさんって呼び出ないんですけど、なんちゃんとハゲで、ハゲでちゃんとした呼び名ないんですか。今井さんです。今井さんって呼ばさせてください。ちょいハゲさんじゃなんか悪口言ってくる。いやハゲなんでね、ちょいハゲでも構わないんで。今日はじゃあうちの篠崎はデコハゲですか。デコハゲなんだけど、俺はちょいハゲてるんで、ちょいハゲです。今日まあちょっとどっかご一緒できればなと思ってます。お願いします。はい、じゃあそのままぐるっと戻って。はい、おはようございます。また来ちゃいました。何その普通の紹介。なんかああ島崎ですね。エロミチと篠崎ですが間違ってる。はい、よろしくお願いします。渡瀬が初体験。はい、初体験です。あまりちょっと条件良くないですけど、はい、釣れればでかいですか。はい、頑張ります。まあ、ちょっとここ先行者いるっつって、そんなね人数もできないんで、どっかちょっと考えてみましょう。はい、お願いします。行きます。違うね、いきなり入っていっちゃうもん。あの人転ぶと思って撮ってるんですけど転ばない。どんどんいっちゃうし、だからこれ止めるべ。ぴったりサイズっす。谷さんからもらいました。もらえませんよ。今日はちょっと一日履いてみて、はい、生地が柔らかいタイツの方がいいよっていうことでね、はい、来年また今年の年末のボーナスがなくなるように。ちょっと試着してこのまま今日釣ってもらいます。はい。でね、インナーのそれは靴下かぶせちゃったからめくれ上がってきちゃうから。あ、こいつファスナー開けてくださいよ。篠崎さんみたいに V ネック焼けになっちゃいます。あら、かっこいい。決まってるね。これでベストが台輪だっつうのがちょっとかっこいい。ベストは台輪っすね。ずいぶんむせてるね。どしなんだよ。これ食ってむせたん。うん、カレーから。バカ、目も取ってるか。バカベロン。何言って？バカベロン。本当に。本当おじいだよね。そのまま。おじいだよ。そのまま送ってくれる。ターボーと一緒。バカ。よしなさい。これ。はい、こんにちは、ジェームスタンジです。にんハゲです。ちょいをつけてください。ちょいハゲです。何度かお会いしてる、ちょっと頭切れてるんでもうちょっとバックしてください。はい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 、はい。本日は今井さんもご一緒させていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。午後からですけどお願いします。今ね1時15分、はい、渡瀬川下流部に来ました。はい、午前中ねちょっと雨降ってたんで先に島崎ちゃんやってますけど無視して僕らが釣りました。やりましょう。
でちょっとね雨もやんできたんでそろそろ始めたいなということで、今日は社会をゲットなるか渡瀬川下流部一発勝負やりましょう。やりましょう。お願いします。今井さんにはちょっとね普段使ってる竿と違うのを使っていただいて今日は勇気急性谷スペック、これ使ってみます。僕は勝手にプロと詰めちゃってこれをやってみます。会社に無断で詰めたやつ。僕はちょっと長高87号でキャロちゃんには勇気、PB トリプレックスアラセを勇気じゃねえやワンダーねワンダー PB トリプレックス急性アラセを使ってもらう予定です。キャロちゃん今着替えてるんでいませんけど。はい着なよ。これで一旦止めて始めたいと思います。はい今日はよろしくお願いします。はいお願いします。オープニングに出れなかった人は。ああやばい。いや着替えてるとこってそういう不意をねつくのがいいとこで。やばいやばいやばい。慌てて支度しなくもいいよ。こっち向いて何か言ってよ。今日あれホルモン焼きそばごちそうになりました。あ、はい。キャロちゃん特製。はい。ありがとうございます。背中じゃなくてこっち向いてよ。ちょっと。テレアなんだな。テレアさん。まだ後だ後だ。いやもう行くんだよ。後じゃねえ。もう行くんだから。あとは取んねえんだから。いや帽子落ちたよほら。いやいやいや。それテムに同じマークの帽子売ってるよ。ダワって書いてあったけど。ありますね。はい、ダワ。それ本物？日本の。これダワ？ダイワ？ダイワです。ちゃんとマスターズの入ってます。あ、でダワじゃないね。とりあえずちょっとやってみようね。はい。頑張ります。今日はこれです。ワンダー PB アラセトリプル X。はい。これでぶち抜いちゃってください。はい。これで元気って書いてあるんで元気に会社に来頑張りまーす。つまんないね。そんな焦んなくもいいよ。もうこれで一回オープニング切る。はい一発目。オスがちょっとやっぱ枯れてんなこいつ。はい、こんなザラザラのはちょっと出がらしてみたいな、それかびっくりするようなものが釣れました。寝掛かりかと思ったらブラジャー。びっくり、何これ。こんなが釣れちゃうんだな。かかってるじゃんか。こっちまで来て取り込んでもらえないかね。こっちまで来て取り込んで見せて、え？見せて。いや持ち上げるだけでいいよ。すげえ。でもね実際沼とかにはいるからね。あれだよ、どこだっけな、縦橋の近藤沼かどっかで よく釣れてるよ、カメ。すごいな、初めてだよ。すっぽんじゃねえんだ。このすなり、すげえよ。あらせたことで。それもすれ。でけえ。持ち上げて見せてよ。でっけえ。何こいつ。すごい。キャロちゃん持ってる。アラセザオ強え。やば。取りましたよちゃんと。はい、ありがとうございます。
今日の収穫、はい、アラスザを借りてカメが釣れました。引き抜けなかったねちょっとこれは無理さすがにデカすぎだよこれマジで。じゃあリリースですか。とりあえずリリースしていいものかちょっと漁協に聞いてみます。いいんじゃないリリースして。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。おもろそうだよね。いやいやいや、生き物じゃねえし。まあ、ある意味生物を包んでったかもしんねえけど。よくこれがさ、潜ったらやるんで。ねえ。やばいよ。いやー、緑ガメ。でかすぎたよマジで。なんなんこいつ。よいしょ。このでかさやばいっす。いやーこんなでっけえカメっつったの初めてだよ。マジこの裏の模様かっこいいよこれ見て。これ来年船の模様これにしようかな俺これを船にしちゃおうか。いやーすげえわー、かっこいい。ミドリガメこんなになるんだね。でかいね。でかいよこれ。そうっすね。これはちょっと柑橘さん呼ぶかねえ。ちょっとすぐ来るように行ってみよう。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ジェームス谷です。じゃあ順番に言ってってください。自己紹介から。先輩どうぞ。俺ですか。島崎です。ダメだ普通じゃん。大ふにゃんだよ。ちょっと三脚作る？はい。島崎です。あれ？これ島崎ですですか。はい、昨日と間が違うだけだね。じゃあ、はい、今井さん、はい、横から読んでも今井、上から読んでも今井、今年はもうおしまいです。また来週来週はもうはい、はい、どうも、おなじみのキャブちゃんです。違いますよ、名前変わりましたよ今日から。カメの頭をつっとすいません、カメ吉です。カメ吉キトウキャロですか。キトウキャロ、はい、でっかいやつ。ミドリガメを釣ったのは動画にあります、はい。今日は貧価でしたけど、今井さんが竿頭で3匹、はい、あとはもう似たようなもんで、うん、私も瞬殺入れて3秒で買ったらあとは何も釣れませんし。じゃあ一人ずつちょっと今日の、感想というか何か言って終わりにしよう、はい、キャロちゃんから言って。俺から、はい、とりあえず細かいポイントは言えないんですけども、カメ釣ったポイント、カメ釣ったポイントは内緒にする話じゃねえじゃん。でっかいのがいるから。でっかいのがカメが、カメじゃない、カメもいるけどアユもいる。乗されて切れたのがアユか、わかんないよ。いやあれ多分アユっすよ、濁いと生ずかしいの、うん、可能性はなきにしもあらずですね。僕が渡らせにいるんですからね、ね、はい、そんな感じです。まあそんな感じで結局バレてしまったのが3つ、一つも取れませんでした。初坊主、あでもカメ1カメ1カメ2カメはい、じゃあ今井さん。はい、竿頭の今井です。まだまだ魚が若いんで、あと1週間2週間、まあ2週間ってことはないかな、1週間ぐらいはまだサビが出てないんで、オスもメスも若いんでぜひ来てください。いいが出ます。なんか渡良瀬川の営業マンみたいですね。いや来てください。俺なんか優待受けてんのにぜひ、うん、まだ新にいますんでバンバンかかります。そう、今日竿借りてね、竿借りて俺ずっと見てたんですけど、すごいいい感じの釣りしてた、まあれね、でもね、タニスペックだから売ってないやつだから、ね、あんまり、ね、なるほどね。最初に怒られちゃう、お前勝手に切ったな。いやでもあのタニスペックいいね、いいね、いいね、全体的な、ぜひ商品化してください。本当か。じゃあ私はさっき言いました、瞬殺で3秒でかかってそれっきり、あとは島ちゃんとして上流もあるっていろんなとこあるって
ただ歩っただけ。じゃあ今日僕らは1時過ぎから、午前中からずっと雨の中やってたやつがありますので、1時半からですね。1時半からやってね、俺らホルモン焼き食ってたんだよ。マジっすか。うまかった動画で後で出てるから。雨の中頑張ってたんだけどな。ホルモン焼きとか食ってた。うん、しまちゃん呼ぼうって言ったけど、いいよ食っちゃべってたから戻ってこないから食っちゃう。そうそうそう。じゃあ最後は感想をちょっと。ああ、午前中からやったんですけど1匹だけでした。はい、やってます。すごい、素晴らしい。今年始めたばっかでしょ。そうだよ。でこの状況下で1匹ってすごい。すごいよ、うん、しかも誰もついていかないでね教えずに。そうだよ、あんな雨の中午前中から頑張ってやばい、雨男だね。最初からやんねえもんね、うん、そうですね。じゃあで、はい、入りますか。はい、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。いや楽しかった。